本日のゲームはブルクスタジオンで行われます。この時間はパルマ対ユベントス、こちらをご覧いただきます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。パルマ対ユベントス、このゲームは世界でも十分注目されているマッチ、いわゆる強豪同士の対決ということになります。両チームともパワーとテクニック、いわゆる5と10を芯によって使い分けることができる選手層が厚いチームですからね、はい、多彩なプレーに今日は期待したいところですよね。そうですね。ユベントスはワンタッチプレーを得意としているようなんですが、これについて今日は警戒していかなければなりませんね。そうですね、とにかくゾーンを意識した守備が必要になりますよね。一人の選手にマークについててしまうと、そこにスペースができてしまいますからね。自分の守備範囲を決めておいて、相手が出ていったら次の選手に受け渡すようなことが必要になりますよね。常に一定の間隔をキープすることを意識した守備がいいと思いますけどね。チャンスを演出できるか、ボールがつながる。ケルトンゲ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。カウンターを仕掛けます。抜けてきましたよ。とミドル、ドンナルンマ、素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートですからね、アインセーブですね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。抜けてくる、うまくボールに行きました。このファーストハーフ、最初のコーナーキックはユベントス。シュート、ドボッソ、アルマ、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。サラへのボール、ルーズボール、自分で行く。しかしチャンスは続きます。ユベントスは2本目のコーナーキック、ちょっと浅いか、どうだ、ビダル、さあどうする、絶好の位置、さあシュート、きた、先制、ユベントス。さあユベントス先制、1対0です。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。吉羽金美希、金美希から長いボール縦へ、ディマリア、ロナウド、サイドを使う、抜けてくる、大きく縦へ、クリスティアーノ・ロナウド、これをカットします。さあ左サイドへ、ディマリアからインモービレ、インモービレからこのフィードパス、裏へ届くか、ビダル、ビダルからクリスティアーノ・ロナウド、グリーズマン、シュート、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。アルマ、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、ふわっと裏を狙う、インモービレからのスルーパスをカットしました。縦へのボール、ドルーズボール、クリスティアーノ・ロナウドからビダル。パルマとしては現在 0-1 でビハインドなので、この前半終盤の意識が大事になってきますよね。
まあ無理しないで後半狙っていくのか、それともリスク承知で同点を狙っていくのか、まあそれによって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。グリーズマン自分で行く、おっと、さあどこに出してくる、ロングフィードで狙う、カウンターを仕掛けていきます。裏のスペースを狙う、いや少しいい形になりかけたんですけどね。ラキティッチ、ここはすぐ奪い返します。アルマ、キンミヒから大きく縦へ、これはつながりません。ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。アルマ先制点を与えたまま前半を終えました。よく戦ってましたけど、今年のバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね。この後点を取っていくためにはとにかく早くボールを出しながら相手のプレスにかからないようにしていくことですよね。アルマ対ユベントス、ではこの後も試合をお楽しみください。さあご覧のように後半スタートしています。パルマとしてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。とボールはラキティッチ、これはファウルです。サラからクリスティアーノ・ロナウド、シュート、ノイアー、ベルナルド・シウバ、ここも固い守りでボールを奪います。ユベントス、レアオ、さあ一気にカウンター、長いボール縦へ、スルーパスを狙う、ディマリア、裏へのスルーパス、リダル、さあサラ、サラーからクリスティアーノ・ロナウド、ここはキーパー処理しました。さあここからの展開、長いボールを送ります。もう一つ前に行きたい、レアオ、この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマークの仕方を取っていますよね。この方法だとどこへ行って、どうだ、シュート、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。非常にアングル見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてますよね。アルマ、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。ルーズになる、どうなるんだ、これは素晴らしい反応でした。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく取れましたね。好セーブを見せました。ユベントスはメンバーチェンジです。スクイボー、パルマとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。ビダル、スルーパスを出す、メルテンス、エースを狙う、このスルーパスは通りません。裏を狙っていきます。さあ抜けた、勝負のシーン、シュート、打った、これは
捉えています。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。アルマ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。サラエのボール、エイブラハム、ユベントスとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。1点のビハインドがあるので今のも命がけの守りですよね。そうですね、勝負に出た判断でしたね。せっかく前に行ってるんで今度は攻めるチャンスに生かしたいですよね。ムバッペ、この時間で追いつくことに成功しました。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。アルマ、ここで追いつきました。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。なるほど、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めなかったところでしょうね。さあ繋がるか、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。ユベントス、ここでファールをもらいます。残り5分を切っています。ディマリアからターテのボール、惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。スルーパス、このパスが抜ける、そのままキーパーが抑えました。いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。スルーパスを出す、おっといいボールですよ。シュート、飛んでくる、ゴラッソ、いやーこれなんというゴールだ。いやーもう言葉がありません。ここで笛です。2対1、バルの接戦となりました。惜しくも1点差で敗れました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。パルマとしては中央突破されるシーンが何回もありましたよね。やはりゴール前ではしっかり人数をかけて守備していかないと、また今日のような失点を招きますから、今後に向けての修正ポイントでしょうね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。パルマが2対1で試合を落としています。